どうも、達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね元気になってきているかなと思います。今回はですね、これドン、自律神経を整える呼吸法のご紹介です。で、今回はですね、呼吸法5分間やるんですけども、その時のポイント3つあらかじめ説明します。1つ、姿勢をしっかりとする、背筋を伸ばしましょう。これはですね、腹式呼吸で今回やるんですけども、お腹がね縮んでいると腹式呼吸がやりづらいです。なので背筋をピンと伸ばしましょう。他には血流の流れが良くなるなどあります。なので1つ目、背筋をピンと伸ばしましょう。でもですね、もし腰が弱いなとかちょっと辛いなっていう方もちろんいると思います。その場合は ある程度の姿勢で大丈夫です。もしくは壁にもたれても問題ありません。はい、2つ目、鼻呼吸でやりましょう。これもですね、ポイントあるんですけども、外からウイルスが入ってきますね、呼吸するときに。その時に排除する、ね、それを取っ払う粘膜が鼻にはついています。口にはついていません。なのでまず吸うときは鼻から呼吸をしましょう。で、吐くときは鼻、口、どちらでも問題ありません。で、3つ目、呼吸の割合を1対2でやります。1対2でやります。吸う息を4秒間、吐く息を8秒間かけてやります。これなぜこの比率にするのかっていうと、吐く息を長くした方が副交感神経が優位になるからです。副交感神経というのは人間がリラックスしたい時に、優位になる神経です。なので吐く息を長くします。はい、で、今回は5分間やっていきますね。無理せず、可能な範囲でやってください。では一緒にやっていきましょうか。早速やっていきましょう。解説とか5分間は長いよって思う方は、下のリストに解説動画と、3分間の動画を入れておきます。では早速やっていきましょう。5分間、はい、いきますよ。はい、ではスッと座ってみてください。胸を張って、鼻から息を吸って鼻から吐きます。その時に手をお腹に当てて腹式呼吸を意識します。それではやっていきましょう。背中張ってね。はい、鼻で息を吸います。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、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 続けてください。ポイントを解説していきます。お腹に手を当てています。その時に息をして、息を吐く時にお腹が膨らんでお腹がへこみます。それを手でずっと観察します。お腹が膨らんでお腹がへこむ、そこに意識を向け続けます。その時に様々な不安が頭をよぎるかもしれません。そのよぎった不安から手の、お腹に手を当てている手の方に意識を戻します。こうやって不安から意識に、意識、お腹の方にですね、意識を移動させることで、注意を移動させることで、不安に左右されづらい脳が作られていきます。しっかりと脳、そういった研究で、様々な研究で脳が進化するよ、脳が強化されるよ、脳の形が少しずつ良くなるよってことが分かっています。なので様々な不安がよぎった場合、それを評価せずにお腹の方に意識を戻しましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、4秒吸って8秒かけて吐く、ここに意識を向け続けましょう。また一生懸命リラックスしようとして呼吸をするのではなく、呼吸に意識をしっかりと集中した結果リラックスできるという考え方で取り組みましょう。なぜならば、リラックスしようと呼吸法だけやってしまうととても焦ってしまいます。その結果としてリラックスできなくなってしまう可能性があるので、しっかりと呼吸に意識を集中しましょう。吸って吐いて続けてください。
お腹に手を当てて、お腹が膨らんで、お腹がへこんで、お腹の中に風船があるように、ずっと膨らんでへこんでいることをずっと頭の中で意識しましょう。その時にだんだんと猫背になっていく可能性もあります。その時はその都度その都度背筋を伸ばすようにしましょう。ずっと続けてください。残り1分です。鼻から吸って鼻から吐きます。鼻から吸って口から吐きます。これはどちらでも問題ありません。意識がずれたらお腹に戻しましょう。その時に頭に浮かんだ物事は評価せずに、ただただ呼吸に意識を向けてください。続けてください。なるべく朝起きてすぐに行うのが習慣化につながりやすいのでおすすめです。無理せずに可能な時間から始めてみてください。お腹に意識を向け続けてください。残り30秒です。鼻で息を吸って鼻で吐きます。その時に頭をよぎったことを評価せずに、意識をお腹に戻します。残り10秒です。はい、お疲れ様でした。で、このタイミングですぐに自分の体がクリアになった、少し力が抜けた、で自分の頭が少しクリアになったことを確認してみてください。必ずなっているはずです、まあ、必ずって言い方はすごく変な感じはするんですけども、たくさん酸素を取り入れて脳にも酸素が行き渡って集中力も上がっていると思います。なので大抵の方はそうやってリラックスできています。さっきの必ずっていうのはちょっと訂正しますね、はい、そういうふうに呼吸法を続けていってほしいなと思います。こういった、マインドフルネスとか、これはアメリカのストレスクリニックで使われている方法、マインドフルネスっていう方法ですね。認知行動療法の一つでもあります。で、こういう呼吸により癒し、自律神経、まあこういうね、不老長寿とか、はたまた脳、ね、脳の形がさっき変化するって言ったんですけども、しっかりと脳の形のレベルでね、進化する、強化されるものなので、続けてみてほしいなと思います。で、結果をすぐに求めずに、ただただただ続けてみてください。ここにも載っているんですけどもね、ただただ続けてみてください。そうすれば筋トレと同じように、筋トレしていると筋肉がつくようなと同じように、しっかりとメンタルも落ち着くようになってきます。で、普段はこういう、ごめんなさい、今ちょっとなんか喉が変な感じになっちゃってね、普段はこういうね、認知行動療法とか、そういうもので鬱とか反芻思考とかね、そういった不安に左右されて、それを解決する方法っていうのも紹介していますけれども、これだけだとやはり少し物足りないと。じゃあ知識とこういったトレーニング、実際にやってみるトレーニング、両方あった方がやはり早いんですよね。これに加えて、まあ、食事とかもあるんですけども、今は今回は鼻呼吸ということでやってます。他にもヨガが良かったりします。で、こういうね、みんながね、続けていれば元気になるようなことをどんどんとね、紹介していくので、よかったらね、また登録して毎日挑戦していってほしいなと思います。はい、ね、知識と、こういう実践とで食事も全部含めて、人間っていうのはどんどんと元気になっていきます。なのでちょっとずつ始めてみてください。その中でもまずは呼吸法、誰にでもできる呼吸法、お金もかからないですね。で、この呼吸法をやるときのポイントなんですけども、続けたいっていう方は朝一番にやってください。朝起きて水を飲んで、その後に、トイレも済ませてね、その後にやってみてほしいなと思います。で、またポイントなんですけども、日の当たる近くでやってください。なぜかっていうと、僕たちの体はビタミン D っていうものが必要になりますね。健康になろうとすると、で、ビタミン D っていうのは僕たちの体で生成できないんですね。作れない。じゃあどうしようかってなった時に、太陽の光を浴びて、そうすると葉っぱたちと同じ、この子たちと同じね、
光合成というかそういうもので僕たちの体にビタミン D を取り込めます。なのでやってみてほしいなと思います。はい、今回はね、5分間の呼吸法というご紹介でした。どんどんとねもっと雰囲気を変えたりとか、テイストを変えたりヨガをやってみたりストレッチをやってみたりとかさまざま動画を出していきます。で徐々に徐々に良くしていきます。僕も初めから完璧を求めずにやっていきます。皆さんも完璧を求めずに続けてみてください。必ず効果があるものなので、必ずというのは、まあ、100% ではないですよ、もちろん。なんですけども、ほぼほぼの人に効果があるものなので、ぜひぜひ続けてみて、元気になって自分のやりたいこと、挑戦してみたいことに、なんだろうな、チャレンジしていってほしいなと思います。で、ね、それで元気になったら自分の、大切な人、ね、家族とか兄弟とか、知り合いとか、ね、にも教えてあげてほしいなと思います。